よいよキャブですね。すごいですね、4気筒。もう250の中に精密機械がギュッと詰まったような感じですね。うわすごで、あんまりそうですね、見た感じめちゃくちゃ汚れてるっていうことはなさそうですね。ちょっとこれ期待できますね。でダイヤフラム、ダイヤフラムの動きはそんなに悪くないですね。2番目も3番目、あちょっと引っかかりがありますね。なんかパコパコっていうような引っかかり、音聞いてら分かりますかね。ほら2番はこんな感じパコってないんですけど、3番がパコってますね。で4番目は大丈夫みたいですね。だから3番目のキャブがちょっとおかしい感じがしますね。はい、まあそれを踏まえて、外して、オーバーホール準備をしていこうと思います。はい、じゃあやっていきましょう。じゃあやっていきましょう。で燃料のホースはもう抜けてますね。はい、タンクからも抜いてます。はい、でこちらのなんかよくわからんけど、この2つのホースも抜けてますんで大丈夫です。エアクリーナーボックスにつながってたエアーのホースですね。だからあとはキャブを、本体を外していくだけです。外す時の注意点としてはちょっと横から申し訳ないんですけど、こちらエンジンとキャブの間にインシュレーターっていうねゴム製のパイプがあります。これを4箇所外してあげます。で、こちらにチョークですかね、チョークのコードがあるんでこちらも外してあげないといけないです。であとはこちらですね、アクセルワイヤーを外してあげます。これも対抗がつながってるんで対抗を外すだけなのかな。はい、まあちょっと、やっていきましょう。はい、まず順番的にはインシュレーターのバンドですね。インシュレーターのバンドを緩めてキャブをちょっと持ち上げます。はい、使う道具はこういったね、まあまあ特殊なドライバーです。っていうのがバリオスのこのインシュレーターのバンドのネジって1番目から4番目で全部こっち側同じ方向向いてるんで、長いねドライバーがないと、回せないです。だからちょっとわざわざね、購入しました。ベッセルいいですよね。はい、長さは30センチ、この長さは30センチのものを選んでます。はい、じゃあやっていきましょう。さあ行くぞ。一発目は、下向いてますね。はい、こんなもんかな、多分5回転ぐらい刺しとけば大丈夫かな。で2発目、見えるかな、これが2発目で3発目で、その先にあるのが4発目です。これも全部緩めていきます。4番目が全然ね。でちなみにこれ舐めやすいんでしっかり気をつけてください。よいしょ、また4番目きた。しゃしゃおら、はい、やっぱり30センチですね。30センチないと厳しいです。多分25ぐらいでギリギリかなっていう。ちなみにダイソーにで20センチまでは売ってます。25センチあったかどうかは不明です。はい、30センチいいですよ。はい、じゃあ抜いていきます。ホース類をねちょっと避けたいんじゃけど、なかなかこう避けれんよね。まあいいわ、やっていこう。じゃあいきます。むずこれ。いや大丈夫、これしゃあねん。いやよいしょ、いや、買った、買って、ちょ待って、めちゃくちゃ硬いんだけど。うわ結構不安になるレベルこれは。よいしょ、どうやって取るんこれ。マジで
これ取れんのだけど、どうするんこれ。おおおお、抜けたかもしれん、来たかもしれん。いや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 、来たー、来たよー。はい、浮いた浮いた浮いた、取れました。で、あとはまずこちら側から行こうか、チョークワイヤーの方から行きましょう。チョークは確かこれね。はい、僕ベッセル好きなんでベッセルで抜いていきます。これも、おお、よかった。固着がひどそうだな、これ。あんまり触りそうねえな。さあ、行くぞ。結構長いな、これ。はい、取れた。で、なくさんように一応ネジは戻しとこう。はい、一応ネジは戻しておいて、よいしょ。次はアクセルですね。アクセルワイヤーはドギャンするんや、これ。ああ、すげえ、キャブから、そりゃそうだな、キャブから漏れるわな、そりゃ燃料入っとるわな、そりゃ。冷た冷た、ちょ待ってよ。アクセル、抜けんのこれ。どうなったん、どういう風になったんこれ。どういう状況これ。やっぱこれには抜けんのね。わかった、わかりましたよ。じゃあこのプレートを外すか、もうここでバラそっか。アクセルのワイヤー部分バラして、これクリアランス取ろう。はい、じゃあこのためにこれをバラします。まあいずれにしてもね、やるからね、ここら辺も。いや、熱いわ。よいしょよいしょ。はい、スイッチボックス OK かな。でアクセルのワイヤーが出てくるから、これをちょっと出してあげて、余白ができるから、これ余白ができるから、これで引き抜いてあげるっていう感じか。おお、いいね、おお、いいね、いいね。でこっちも、おお、いいね、ああ、いいよいいよ、いい感じ。はい、でこれ上下分からなくなるな。ちょっと分かるようにします。レフトとライトね、はい、できました。これでキャブが外れました。きたー、さあ行くぞ。テーテッテテーじゃの、よっしゃ、テーテッテテーじゃわ、ほんま、テーテッテテーじゃわ。よっしゃ、インシュレーターの部分はどうなんかな。割れとかはなさそうかな。大丈夫そうですね。はい、まあでもちょっとちゃんと掃除はしとった方がいいですね、これね。はい、無事キャブレターの方が外れました。今回はね、この辺にしたいと思います。次回は、こちらのキャブレーター、結構ね汚れもあるんで、まあ清掃分解で、まあ悪いところを変えてっていうオーバーホールですね。はい、やっていこうと思います。はい、それでは次回またキャブレーターオーバーホール編で
お会いしましょう。バイバイ。あ、初めてやな、初の4発。楽しみだ。しゃあ。Jack it up.